若原と申します。今日初めて弾き語りを人に見てもらう。あれ、学生の頃にずっとバンドとかしてたんですけど、本当にこういう感じのちゃんとした弾き語りやるのは初めてなので、ちょっと多めに見てください。で、2曲ともちょっと作ったやつやります。1曲目は一番新しいやつで、なんか昔のこと考えたりして作った優しい人っていう歌です。真夜中のテレビショッピング、ブリキの国への扉は開かない、曲だけではやらせてください。これは逆に一番最初くらいに作った曲で、なんかつまらない、なんか毎日だなと思って作った歌です。待ちぼうけって
私が僕に始めることの難しさと向き合わせてる、イライラさせる、いっそのことを全て放棄して今